はい、こんにちは、デコのクリソンです。はい、こんにちは、デコのカリスマアシスタントエイジです。はい、こんにちは、プロカカーデビュー鈴木です。こんにちは、秋山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、なんとですね、今僕マスクしてるんですけども、この、見てください、おしゃれなマスクチェーンをみんなで作ってみたいと思います。実はですね、僕ここにいるカリスマアシスタントのエイシンさんに作ってもらったんですよね。はい、ちなみにこれテーマみたいなのあったんですか？テーマは、はい、クレさんと共に見るオリンピック。ああ、なるほど。これはクレさんと共に見るオリンピックってどういうことですか？見に行こうとしたんですけど。なるほどですね。です、まあ、ありがとうございます、はい、僕これお客さんからもすごく好評でして、ちなみにエースがつけてる、まあ、これテーマは、はい、エロさ感じる男の主婦、これがあんま伸縮しないタイプが僕はいいんじゃないかと思って、僕ちょっと伸縮するタイプなんですけど、ちょっと伸びてきちゃって大変なんで、ちょっとあんまり伸びないタイプですね、こちらを使いたいと思います。それとあとこの、ラジオペンチみたいな、まあね、ペンチと、あとね、ビーズ、留め革みたいなのもね、いろいろあるので、まあ、ちょっと作りながらね、ちょっとやっていこうかなと思います。じゃあテクスはどれぐらいの長さ？好みですね、本当に。なるほど。もうどんだけここで、僕は長い方がちょっとかっこいいかなと思って、はい、長くないですけど。じゃあこれベースにしましょうかね。あ、そうです。それね、ちょうどよかったね、これ。メンズ、ちょうどよかったな。じゃあテクスを、じゃあ、イシンさん切ってください。はい。この長さ。はい。これで、留め感ですか？最初に、はい。こういうやつですね。こういうやつです。止まる。はい。背中が分かるっす。背中側からっていうのかな。こういう状態です。こういう状態で、これを中に入れます。これ潰したら次に入れます。なるほど。背中側から？背中ないですね。背中です。これ割と両。これを入れるのが結構大変なんですよね。ちっちゃいんで、頭から。もうどちらからでも少ない。もう入りました。すごいですね。ちょっとそしたら、これを潰し玉を潰します。これですね、こういうふうに潰し玉っていうのがあります、ね、これをですね、こうギリギリですか？ちょっと余して余したら切っちゃうだけで、別にギリギリでも全然大丈夫です。なるんですよ。これを中に入れて潰して、ちょっと僕は余して潰します。これですね、ギュンギュン動かないように潰します。ギュン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 、動かないですか？根元の方で潰しちゃうんですね。で、動かないの確認した。あ、すみません。ただ、ここの部分を切ります。ここですね、はい、余りを、うん、余りを切ります。ちょん、はい。で、この潰し玉をこの中に入れて潰します。これも。あ、なるほどですね。そしたら動かなくなるんで。あ、この先っちょも、この先っちょを入れたら、これを中に、潰したやつを中に入れて、さらに潰します。で、そこからはもうあれですね、永遠にこういう状態です。こういう状態です。はい、そこからはもう永遠にこっちからビーズを、よし、じゃあどうする？テーマですね。僕のテーマ、エターナルサンシャイン。くちゃださい。すごい。どうですか、秋山さん。僕は、あのテーマは、あのターミネーター。あの意味わかりますか？ターミネーターですよね。はい、だから、あの調べてください。ちなみにゆうとさん、テーマはどうですか？ちょっと前にファッションの固定にしてもらったので、はい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 、過去と未来、なんてことを。ターミネーターじゃん。あれ、いや、今僕まだテーマ聞かれてないんで初めてですか？ごめん。ちなみにじゃあ、エシーさん、テーマは何なんでしょう？あの、ガラスの少年時代です。キンキツ外しましたね、ちょっと。ここは、そのところ、ガラスの少年時代と、かけましてですか？はい。今の僕もダラスベリと来ます。その心は割れやすいです。ガラスの少年時代よ。集中します。ちょっと
ション始まって一回も顔上げてないです誰のも見てない。いやーむずいな、アイシこれ難しいですね。これ足りんのかなっていうとこあるよね。あります、自分が使ってるやつ。ああ片側行ったけど片側全然違うからいや、いっぱいそれはありますね。あるの。そうそう、その計算ほど多色使いするほどやっぱむずいもんね。むずいですね。ロングディスタンスで決めるほどやっぱり決まるというか。何の話ですか、ロングディスタンス。ちょっと喋ってください。あの思い出話いきますよ。思い出話シリーズ僕もいきますよ。いきますか、はい。つい先日の話なんですけど、ほうほう、あのビーズ見ててちょっと思い出した話なんですけど。なるほどね、ビーズにまつわるお話、はい、というわけでもない、なさそうですね。ついこの前、はい、うちの子供、あ、うちの子供が、はい、娘さん、はい、娘さんですね、かわいい娘さん、はい、この間朝絵を描いてて娘さんが、はいはいはい、で、まあ、ちょっと僕が目を離した隙に、はい、ちょっとなんかこう鼻をほじり出したんですよ、娘が。娘さんがね、はい、で、まあ子供なんでよく鼻をほじるじゃないですか。人差し指かな。人差し指ですね、はいはい、で、ほじってたんですね、はい、そしたら、なんか鼻詰まってるのかなと思って、はいはい、鼻の中見たんですよ、はい、そしたら特に何もなくて、何もなんなのと思って、で、そのまま朝保育園に連れて行って、はい、で、なんか今日鼻なんかずっと触ってるんですよねって話を先生にしたんですね。で、そのまま、まあ、ずっと鼻触りながら、はい、次の日ぐらいに、はい、うちの奥さんから仕事中に電話がかかってきまして、はい、ボールペンの上のキャップが鼻の奥に入ってて、で、結構大きめじゃないですか。そうなんですよ、取れあっていう話ですねずっと詰まってた。そういうことですね、朝そのボールペンで絵を描いてて、うんうん、で、気づいたら多分鼻に入っちゃって、で、鼻ずっと多分主張はしてきたんでしょうね、入っちゃったっていう。なるほど。ただ、鼻ほじってるだけにしか僕見えなかった。鼻ほじってるなーって思って、ほっといた。すごいな。日よってた分。そうそう、ちょっと集中していいですか。もうちょっとよく、本当によくわかんなくなっちゃってますね。困った時の銀なのにみたいなというか。銀だらけ、ちょっと困った時、わかります困った時何使うかな、決まってくる。困った時の黒と銀みたいになってるから、わかりますよ、わかる。もう黒、次に使わないところなんですけど絶対に外さないと思うんで。あれ、英子でもちょっとあれだね、迷ってきた。迷ってきました。いや、ちょっとこんな感じで行こうかなって、もう無理だなって回ります。ちょっと英子、パーツ足りないからさ、はい、それバラしてもらっていい。どれですか、これですか。これでバラしますそれバラしてさ、はい、それはちょっと、それをクリさん、これをバラしてですよ。これダメですよ、メタル、メタルバラしちゃダメですよ。そっからちょっとメタル、これもらったらいいと思う。材料同じじゃないですか。材料もさ、なんかやばい、カスだ。カスでも俺結構好きよ。うわ、早いよ、早い、そうなの。そうですね、早い。あ、よく早っ。へぇ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 、カセラスすごいだなぁ。こっから早くなりましたか。これ結構かっこよくなってきた。すごいかっこいい。上げていきたい、上げていきたい。すごいね。やっぱ、ターミネーターはこうでなくちゃ。なるほど。ちょっと集中して。じゃあここで大喜利を入れたいと思います。こんなターミネーターは嫌だ。ああ。どうでしょう。いいですね。うん、こんなターミネーターは嫌だ。ブリーフじゃなくてトランクスか。いやでも多分ですけど、あすいません、何でもないです。逃げるかは嫌だ。はい、いいですか。こんなターミネーターいいですか。ターミネーター、ふわふわのパーマ、疲れが出てきますね。そうなんだよね。ただ疲れが出てからがなんか勝負みたいな。わかります。マスクチェンハイっていうかさ、
マジ？マジ？マジ？それも出ないですね。マジ？これ中的にはでかいですね。それはね、本当に面白い。どちらでも。こちらも、こちらも。はい、それでは完成でございます。どうでしょう、皆さん、個性すごい出ましたね。じゃあ、石井さんから説明していただいて。そうですね、はい、最初も言ったんですけど、ガラスの少年時代ということなので、ここ、まあ、闇もあり、青春時代もあり、楽しみもあり、なんかこういうふうに、なんですか、人生を表しております、うん、ね。少年時代を表して素晴らしいですね。はい、僕エターナルサンシャインということなんですけども、うん、でこのポイントはですね、この真ん中にある赤ですね、これです。これがもうサンシャインだと、それを照らす、人たち。これ好きですか。そうです、それ好きで、好き、はい、これも大事、実はあるんですけど。私ですね、過去と未来って言ってますけど、勝っちゃったよ本当に銀が、まあ、未来っていう感じだったんですけど、なぜかパール基調とした色になっちゃったんですけど、まあ、パールって今流行ってるじゃないですか。で、まあ、今表してます。でこのポイントがピンクと青、おしゃれじゃない、ここの色合いっていうのが今これなんですよ。これちょっと思って過去なんか60年代っぽいじゃないですか、70年代っぽいとか、なんかこれいいなと思ってこの色合いになります。ここ一番ポイントです。なるほど、ね、で最後の対象、それだけポイントです。素晴らしい、ありがとうございます。はい、大鳥は。いやでもかっこいいなぁ。ターミネーター。これかっこいいね、これ。かっこいいですね。めちゃくちゃ。1万5000ぐらいですね。ちょっとセンター街歩いてそうな感じのデザイン。はい、いや、いいですね。ギラつき。ドクロのね、そうですね。T シャツから。ドクロの T シャツ着てそうな。ね、結果的に今作ってみて、すげえダセ。いや、いいっすね。めちゃくちゃいいっすね。すげえダセ。ちょっとぴっちりした時間感じがしますね。そうですね。あとポイントはやっぱりこの、ですね、ネビラチェーン、そうですね、一番いらない。安っぽくなっちゃったね。そうですね、そっちの方がいいかもしれない。そうですね、なるほどね。いや、でもいいっすね、今日のファッション。今日に合わせちゃいますね。めちゃくちゃ合う。ありがとうございます。じゃあみんなでこうちょっとつけてね、はい、性格出たのかな。いや、性格チャラくなっちゃった。すごいなんかダサいチャラさの人、はい、逆ですね。はい、はい、はい、じゃあ今日はですね、マスクチェーンみんなで作ってみました。意外に楽しかった。めっちゃ良かったですね。すごい良かった。すごい集中しちゃいましたね。これね、なかなか大人になってこの時間ね、受けることって少ないなと。没頭できますね。めちゃくちゃいい機会だ。これめちゃくちゃ簡単なんでね、確かにビーズもそんなに高くないですし、これまたね、ニコさんもちょっと作りたいなと思いました。はい、なんか誰かが、ね、思ってこう作ってもなんかね、プレゼントもめっちゃいいじゃないですか。確かに、うん、はい、それではね、もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、グッドボタン、よろしくお願いします。はい、コロナに負けるな。コロナに負けるな。